こんにちは、アンナスです。今日はかき氷の刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では今日は3つかき氷を作りたいので、50円玉ぐらい、ちょっと小さめにしておきます。3つ作りたいんで、であんまり離さないでも3つ割と近いところに丸を3つ書いて、で真ん中はいちご味にします。でカップはこういう半円、3分の1ぐらいの、丸の3分の1ぐらいのところに線を書いて、半円のカップですね。でこういうこうかき氷のこう山みたいなのを作って、でこうシロップが垂れてる感じで、ここにスプーンをかきます。でこれともうできるだけ同じようにやりたいので、同じものが3つ並んでる方が可愛いんで、サイズはできるだけ同じようにして、でこっちは抹茶にします。で白玉を、私の好きな白玉を乗せたいので、ここに丸2つでスプーンですね。でこっちの抹茶の液はちょっとこうほとんどもう白いかき氷が見えないんですけど、ここの、白玉とかき氷があんまり一体化すると何かよくわからなくなるので、できるだけ白玉の裏側は氷じゃなくて、その抹茶のものがある状態にしておきたいんで、ちょっとこう多めにシロップをかけてます。でこっちがレモン味にしたいんですけど、なんかせっかくなのでレモンの輪切りをちょっとつけとこうかなと思うんで、右端にレモネードの時にもやりましたけど、丸く書いて縦と斜めにバツバツってやってレモンを作ります。でこれもこうちょっとシロップをなみなみっとして、でこういう感じ で下の線を揃えるといいんで、ちょっと曲がってる時はちょっと修正してください。ちょっとフリーハンドなんですけど、ここと多分この高さが揃ってると割とこう揃って見えるんで、じゃあこれで図案を写していきます。はい、では図案を写していきます。ちょっとチャコペーパーが図案よりもちっちゃいので、固定します。ピンで動かないように2箇所留めます。でチャコペーパーはめくると中にインクがついているので、インクの方を下にしてちょっとずつずらしてチャコペーパーを使っていきます。じゃあこれで写せたので枠をはめます。枠は外すとちっちゃい方と大きい方に分かれるので、小さい方を下にして、真ん中から刺していくので真ん中を中心にしてセットします。刺しにくい場合はちょっとずらすんですけど、まあとりあえずこれで、で金具をしっかり締めて太鼓みたいにピンと張った状態を保って刺繍します。では、この真ん中のいちごから刺繍していきます。で、最初はこの下のカップの部分を刺して、で、スプーンを刺して、で、この上にかかってるところを刺してから氷を刺そうと思います。なので、最初は
玉留めをしないのでちっちゃい波縫いを入れて一つ前の穴に刺します。これで絡まって止まっているので出ているところをハサミで切ります。で、横に刺すとちょっと一目が長すぎるのでちょっとめんどくさいんですけど真ん中から縦に刺していきます。で、右でも左でもどっちでもいいので半分ずつ埋めていきます。ちょっと細くて長いものは 2,3 針先にガイド線を入れてで戻って間を埋めるっていう風にするとうまくいきます。はい、ここができたので今度は足の部分を刺します。足のところを刺すときは両方に先にガイド線を入れてここからここまで刺しますみたいなのを作っておいてから間を埋めると埋めやすいです。これで刺せたら下のところは台のところは横に何本かもう一気にステッチを入れていいのでか3本ぐらいですね。で、これで下のカップはできたんですけどもう同じ色でついでに、スプーンも刺そうと思います。で、一気にビュンっていってもいいんですけどちょっと糸が渡るのでまあちょっとですけど糸の中をくぐらせてでスプーンを刺します。スプーンはもう縦に何本か刺すだけでいいです。これでできたら裏に絡めて糸を割らせるときは裏の糸を2回ぐらいすくうとこれで絡まっているので出ているところをハサミで切ります。で、次に赤で刺繍していきます。はい、では続きをするときは裏に糸を絡めてもう並縫いはしないですね。これでまた縦に刺していきます。1本基準を入れてまたこれも半分ずつ埋めていきます。はい、では、できたので今度ちょっと間埋めにくいんですけど頑張って縦にサテンステッチをしていきます。またどこか基準を1個入れてでずっと刺していきます。ではできたので裏に絡めてこれで出来上がりです。で、次が、宇治抹茶、白玉の抹茶の方をやっていきます。では台は同じように作ったので、白玉をやって上のまたそのこの緑でやってから氷をしてで最後にスプーンをやります。まず丸なので真ん中に1本基準を入れてで上と下を埋めていきます。
はい、では白玉ができたので今度はこの抹茶のソースをまず最初に縦に1本入れて、これも半分ずつ埋めます。はい、ではシロップのところができたので、あとはこの氷のところを縦に刺していきます。これもどこかに基準を入れておいてから半分ずつ埋めていきます。はい、では氷ができたのでスプーンを刺します。これも3回ぐらいサテンステッチすれば、でできたので裏に絡めて、それで抹茶ができました。はい、では台は同じように刺したので、今度はレモンを刺繍します。レモンは周りをアウトラインステッチで囲ってから、中をストレートステッチで埋めます。前レモネードでやった時と同じですね。アウトラインステッチはできるだけちっちゃいステッチにした方がいいです。半分ずつ重ねるステッチなんですけど、ちょっと先に出して戻ってこの最初のステッチギュッと押しながら糸の下に刺します。で、今は内側に刺しているので、もうずっと最後まで内側を刺し続けます。下半分はこのカップの中に隠れてるっていうことで、で放射状にストレートステッチを刺していくんですけど、まあ、できれば縦横斜めっていう感じで刺すとバランスよく刺せると思うので、縦と横とまず刺してから間の斜めを埋めていきます。これで裏に絡めて、で次はシロップを刺していきます。はい、では、シロップのところも前のいちごとかと同じように縦に1本入れて半分ずつ埋めていきます。はい、では氷の部分をもうあとちょっとしかないんですけど縦に刺していきます。はい、ではできたので裏に絡めて、これで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。